た。この俺がこの試合を見てやるぜ。恥ずかしいから自分で台をつけないでください。まっ猫間高校とよく練習試合をする袋谷学園です。インターハイにも勝ち進んだ関東の強豪校だと聞いています。しょっかい、いや、だいガツンなのか。いや、ガツンは今度かい。何言ってるか全然わからん。北斗さん、ガイツー、次は止める。俺は猫間のエースだからな。あ、って言うと竹面白えな。ダウ、え、なんで、ダハハハハ、ボクトさん、赤字2人のチームはそこそこの強豪ですよね。まあね、全国へ出場はできたとしても優勝は難しいですよね。おいおいおい、不可能じゃねえだろ。まあまあ聞きましょうよ。家庭の話でしょ。終わりました。よし、じゃあこっちは俺とチビちゃんに明かす。そっちはクローにリエフにメガネ君。お、こっち月島ですよ。メガネ君、メガネ君。はい、すいません、うちのキャプテンこういう人なんで。とにかく慣れてください。はい。じゃあやるぞ。リバウンドかっけー。あ、俺もやりたいです。ひなた、あんまり褒めるな、調子に乗る。上に向かって打った、見事なブロックアウト。よく打った、感動した。ま、当たったのはまぐれですけど。おー、でもすげーじゃねーか。イエーイ、ハハハハさん、今逃げましたね。逃げたんじゃねえ、避けたんだ。避けたんだ。へ、合宿に入ってから日向は気持ちよく攻撃を決めていない。それはスパイカーにとって君、ヒリヒリ育って腹立つわ。月島です。どんまいどんまい。フェイントだぞ。北斗さんが教えたんじゃないですか。北斗、まあ、反省してなくもない。あ、もう一点もやんねえぜ。いや、一点もやらないのは無理だと思います。たまには乗ってきて。ひなた、多少レシーブが乱れても強気です。見たか、カーシー、俺の超インナースパイク。見ました、すごいですね。まぐれだけど。いや、まぐれかい。少し熱くなりすぎてる僕とさんにトスを上げた場合、 C が一番めんどくさいな。赤足。ああ、来た。今日はもう俺にあげんな。わかりました。え、じゃああげない間に落ち着いてくださいね。はい。
けますよ。あっ、なんだあの変な速攻、復活か？違います。今のは初期にやってたあの速攻とは別物です。カラスノはそろそろうちがどういうチームか分かった頃、つまり僕とから意識がそれ、お願いします。任せろ。キャプテンエース、かっこいいね。やっぱ最後はエースですな。よっ、意味付けと、やっぱ俺最強。ヘイ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 、行きましょう。ヘイ、見た見た、月島くん。月島です。え、あ、その通りでございます、はい、いや、後悔をしない試合をしてほしいと思うし、クロウが俺がどうしても全国で3本の指に入らないって言うんだ。え、3本